はい、ということで、罠の戦争シャープ1、見たはい、ということで、まあ、今回もちょっとお話、感想、お話をさせていただこうかと思います。でまあ、今回は、えー、草薙くんのドラマについてと、登場人物についてと、まあ、あとはこの罠の戦争の内容についてお話ししてみようかと思います。では お話しスタートーはいでは、えー、草薙くんのドラマなんですが、えー、ゼニの戦争あ、ん？いやいいかなと思ったらそうだ嘘の戦争というのが2017年に ありましたね「五百円男」じゃなくて「嘘の戦争」だね「嘘の戦争」2017年ということなので6年ぶりですね6年ぶりに、えー、草薙くんのドラマを見るということになるかなうん戦争シリーズっていうのは一応あの今まで3作目ですが、まあ、この前作その前の作もね見させていただいているので、まあ、ちょっとこう今までね まあ見てきた中でもやっぱり草薙君のこの荒ぶる草薙君っていうのがなかなか圧があって見応えがあるよねーと思います、うん、草薙君の演技で言えば個人的にはこうま,まずえっ、ー、とミッドナイトスワンねあの映画は見たのが一番最近になるかなうんあのラストがねと とても寂しいというか切ないというか張り裂けそうになるようなの内容だったなぁと思いました。あれはすごく衝撃的な作品だったなぁと思っています。うん。すごい綺麗だったしね。うん、あとは須磨さんね、一時期ちょっと須磨さんもちょっとかじらせていただいてね、まあちょっとライブは。 ミスター S しか行かせてもらえなかったね、ちょっといろいろあったもんねっていう感じなんだけれども、それ以来、ねちょっとまた見させていただいて、活躍をちょっとね、スマスマとかも見たりとかしていたし、スマッシュも1回だけだけども、行かせてもらって、その辺の思い出もなんかね、もろもろあったりなんかして、もろもろ本当にお久しぶりでございますという感じになりますが。 ちょっとこれからまた草薙くんの活躍が見られるということでもう本当楽しみな1月期で1月期はは冬冬期、うん、だなと思います。はいということで草薙くんのラマについてはこの辺でおしまい。 そして続いて、えー、登場人物についてお話ししてまいります。えーえー、井川さん、奥さん役の、ね、井川さんは、えー、と演技は初めまして、CM とかだと、うん、あのウイスキーとかの、ね、CM とか見ていたので、それはき、まあうん、綺麗なお姉さんだなーっていう形で見ていたんだけれども、演技は初めてに近いかなーという感じなので、ちょっとその辺は楽しみ ですあと杉野くんは初めてかなと思ったら申し訳ございませんですが、えー、嘘の戦争にもお出になられていたようなので、えー、どういう役どころだったんだろうちょっと思い出せない私に申し訳ないと思っておりますそれから小野さん宮沢さん坂口さん この方々はほぼ初めてかなーっていう感じです。何かでもしかしたら見たことあったかもしれないけど、ほとんど初めましてさんでございますね。あとは大樹くん役の子も初めまして。他の方々もベテランの方がそうそうたるメンバーでこう支えるという形になるんだけれども。 いやこの辺はね本当、すごい、まあ、政治の話もあるからね重鎮という形の方々とか本当すごいのでねなんだかこう若者とその重鎮さんのこのコンビネーションがすごいなあという感じなんですけども,もう、まあうん初めましてさんが結構多いのでその辺もちょっとまた役とか演技とか楽しみにしておりまする。 いう形なんだろうと <laughs> いう形で、えー、登場人物についてはここらでおしまいでございます。<music> はいそして次は内容についてお話しさせていただきます。ということでえー、っとまあねちょっとこう。 ハードドボイルドなね感じ戦争シリーズっていうのはまあちょっとハードボイルドな内容が多いんだけれどもまあこの「はめられた」みたいなこの感じはねなんとなく個人的にはちょっと痛いというか刺さるところがちょっとなんとなくあるもの私的にはちょっとあってねまあでもきっと最後は大樹くん良い展開になるんだろうなと思うんだけれども。 ちょっとこの病的にそうもいかないパターンというのをちょっと身近に私見たことがあるとか見ているというか、うん、そういう感じのものなのでちょっといろいろ言いたいんだけれども、まあ、ちょっとねこの役どころというか、まあ、内容はすごく楽しみに見させてもらおうとは思っております。でこの戦争シリーズというのはゼニーの戦争だと登場、えー、人物の方々が色 そして、嘘、えー、の戦争では数字で。今回は動物という形になってね、わし、エビホタル犬アブウジし、りゅう、かカ,カ,カ、かも、たか、くま、などなどという形なんだけども、一人ね、秘書の方で、飼いぬさんという方はな、かい、 はは別に動物ででないので何かこう重要な役割を果たしているのかなーっていうのがちょっと個人的にはちょっとこれから気をつけて見てみようかなーと思うような人ではありますね。うん、あとはまあその動物シリーズなのにもかかわらずこの杉野くんの役のねなんか植物についてなんだか詳しい方なので。 うん、その辺もなんかこう動物と植物なんか対比が感じられるのでその辺もどういう感じなまあね役どころもいろいろないなんかありそうなので気になる私でございますはいそしてまあね内容弱い者のへの痛みをこう晴らしてく,るくれるであろう鷲津徹さんまああのあとはサポート役のお二人ね いらっしゃいますけども、うん、ぜひぜひ晴らしておクレやンスという感じで私楽しみにしておりますそれからちょっとおまけというか付け足しで、えー、お話しするのは、えー、草薙くんがつけてた腕時計がねものすごいデザインすごいかっこよかったんだけれどもグラスヒュってオリジナルセネターのえシックスティーズ <laughs> どういうのかな長いな長いんだけれどもすごいこれがすっごいかっこよくって文字盤のところの感じがちょっと私ちょっと「わーかっこいい!」と思って思わずメモってしまったんだけれどもめちゃくちゃお高いまあそれはそうだっていう感じなんだけれどもあれもすごいかっこよくて私今回ちょっとまた見れるかなとか思いながらちょっとね また見るのも楽しみです。それからあとはすき焼き定食がおいしそうで卵のえ卵おかわり自由というかね食べ放題あれすごくいいなと思ったのでおいしそうでしたまたそして原由子さんがお出になられていたのでまた何かのお料理おいしく見させていただきます <laughs> でそしてあとは なんて言ったって、えー、主題歌、香取リ君とセブンティーさんのコラボで主題歌。かっこいいねー、すごくかっこいい、イントロからもすでにかっこいいなーと思ったんだけれども、えー、まあね、えー、この辺はちょっとまた楽しみね、まあ、もうショートであの曲が使えるということで仕事が早い。うん 本当に素晴らしい <laughs> ちょっとまた使わせていただきましたが、えー、そういうのはちょっと嬉しいなーなんて思ったりしつつこの新通代コンビっていうのかながこうちょっとこう演じながらそして歌でも支えながらという感じが良いなーと思ったので毎週がこちらも楽しみです。はいということで内容についてはここらで終わります。てなわけで。 えー、久々の草薙君の演技楽しみでございますはい。では毎週見られるのが楽しみということなのでまた来週